クラーク高校硬式野球部の出場が正式に決定しました。おめでとう。午後3時過ぎに吉報が届き、初の選抜出場を決めた部員たちは学校名に習い、全員でクラーク博士のポーズ。去年秋の全道大会で初優勝したクラーク国際、夏の甲子園は過去一度出場していますが、勝利することはできませんでした。2ヶ月後の夢舞台で甲子園初勝利を目指します。外で練習できる機会が限られているので、そこを大事にしながら、まずは守備力をしっかり固めて、クラーク高校に初勝利を持ち帰って日本一目指して頑張ります。